異業種交流とは、自らが所属している業種と異なる業種が、コミュニケーションを図ったり、提携したり協力すること。2000年代の日本では、一般的に、コラボレーションと呼ばれることも多い。サンリオキリンビバレジ西日本高速道路の3社による、コラボレーション、ハローキティ自動販売機。写真は、山陽自動車道ミキサービスエリア上り、トヨタ自動車、カオ、アサヒビール、 松下電気産業、近畿日本ツーリストの校舎によるコラボレーションで始まったウィルブランドでは、そのコンセプトに基づいた乗用車などが実際に企画販売された。写真はトヨタウィル6で、当時のトヨタが弱いとされた若年層や女性向きにターゲットを絞り、デザインを重視した開発が進められている。異業種交流は、 異なる業態を持つ企業などが協調して結果を出すことを目的として交流することであるが、2000年代の日本では一般にコラボレーションなどの語が知られている。いわゆる参観学の語が示す通り、企業に限らず交流する場合もある。日本では商工会議所などが、欧米ではライオンズクラブやロータリークラブなどが場を提供することもあるが、その一方では経営者や重役、 一般の社員などが卒業後の交友関係など個人的なつながりの延長で行われる場合もある。こういった関係では、各々が得意とする分野で技術や人材を教出したり、あるいは資材など企業が保有する資源を提供し合うといった活動も見られる。これらの活動では、単に新製品の開発、流通から日市場の開拓、社会問題への対応。 あるいは新規市場の創出に至るまで、または、次企業、団体内の人材を交換し合って、経験を積ませさらに成長を促そうとするなどの、様々なレベル、方向性のものが見られる。こういった活動は、社会の分業化が進んだ、近代以降、逆に極度に進行した、分業体制が、産業の硬直化を発生させている面での、一つの解決策であると言える。個人、 企業ともに異業種交流が有用であることは広く言われている。普段は触れることのない異質な存在と交わることによって価値創造や革新的な発想が生まれる。仕事上の障害に対しても一つの組織内のみで培った視点では大きな壁と認識してしまうものも他の視点で見ると大したものではないと感じられるようになるという。異業種交流を行う際には 名刺交換会のような形だけの挨拶形式ではなく課題をセットし真剣な議論を重ねることによって初めて価値観、考え方に新たな影響が与えられる。ブラブラ社員制度、編集1979年に大手食品メーカーの長屋園が行った制度、2年間で結果を出すことのみを条件に出社せずに時間を自由に使い、 経費も制限なしで自由にやれと、長谷義夫社長が企画部の社員に匿名を与えた。匿名を受けた、野戸原隆氏は、日本国内、国外を問わず、食べ歩き、約束である2年後の1981年に、麻婆春雨を世に送り出す。同商品は大ヒットとなった。その後、本制度に類似した制度をいくつかの企業が導入している。 長屋園自身は一旦中止した後、2001年に本制度を復活させたが、何ら成果を残すことなく、半年で取りやめた。経営革新に取り組む上で、時代の変化への対応、企業の活性化のために有用と言われている、企業同士だけでなく、企業、学校、政府組織の協力形態である、産学関連系もその一つ。中小企業では、商工会議所、 商工会が中心になるものが多く、人的交流や情報交換がメインとなっている。成功するための要因としては、活動目的が明確であること、強力なリーダーの存在などが上がっている。企業と大学、編集大学では、様々な研究や技術開発が行われているが、これを製品として市場に出すチャンネルを持たない。このためたとえ環境問題などの解決に利用可能な、 技術であっても、製品化したり、実際の社会に利用されるようになるまでは、それなりに時間がかかってしまう。学内企業などの道もあるが、企業家ではない研究者の創設した企業は往々に、指摘簿が小さく、製品としては、評価されるも市場に広く流通するほどの量が見込めない場合も、少なくない。その点で、生産能力と市場への流通経路を持つ、既存企業との連携は、 いち早く製品化して市場に流通させるために有効である。場合によっては、企業が資本を出資して、公弁事業の形で企業する場合もある。企業と観光庁、編集いわゆる第三セクターなどはその典型である。公共事業を独立再参加させ、地方自治体の財政負担軽減などが期待される。また企業側から見ると、観光庁の持つ企業とは異なるチャンネルが、 利用可能で、例えば地域おこしでは関連施設への連絡道路を増強するなど、交通面で融通を図ったり、構造改革特別区域指定で、従来は法制度上で実現しにくかった業態を可能に、するといった利便性がある。異業種交流を目的としたイベントが開かれることがある。この目的は人脈づくりから男女の出会いなど様々である。また、自分と 全く違う思考、性格の人と話す、ビジネスにつながる人脈を築く、コミュニケーションの練習にも効果があるとされる、モーターデイズ新車市場機、第111回、トヨタウィルシックス2000年2月18日付の記事より、ABC、企業と人材2007年6月20日号漫画、麻婆春雨の開発費は今日も元気に開発日より、ブラブラ社員が行く。 長屋へ2006年3月4日付、今時、仕事人間、異業種交流活動の課題と、政策措置に関する調査研究2004年 https コロンスラッシュスラッシュ nikkan-spa.jp スラッシュ328299異業種交流会は、怖くない、ありがとうございます。